ちょっと天気悪いね、なんかね。天気が悪いっすね。風も強い。お前イライラする？そのイライラしない方法を教えてあげよっか。そういう人もいるんだなって思うことよ。ね。家族でも何でもないんだから。そういうことでしょ。私たち家族でも何でもないんだよね。普通に。あと、海苔弁。ファミリーマート。時期不良ってだってさ、時期に当ててないよ、私。ずーっとカバンに入れてただけだから。あー、海苔がくっついちゃった海苔弁なのに。この美味しいとこ。明太子ついてる部分。ここが一番美味しいの、明太子の部分。これを救出してあげないとダメね。明太子と海苔を。これね。あー、下にも落ちちゃった海苔が。いいや、このまま食べ。大丈夫だよ。5秒。いただきまーす。今日は海苔弁とマカロニサラダでーす。これこのままもう乗せちゃえばいいんだね。一緒に食べるから。あの、手に二つ持つのめんどくさいから。リア凸はなしっすね。なぜかっていうとね、まだステッカーが出来上がってないの。昨日ね、発注したばっか。うん。で、新しいステッカーなんですけど、ちょっと見せてあげる。まず1枚目こちら。これリスナーさんが作ってくれたの。おやすみななちゃん。今回5枚かな？これまさつぐくん。これもいいよね。で、これきょうこちゃん。こないだ配ったやつね。この間のは、あの、丸く切り取ってあったけど、今回は四角を。ね、これ、ブサイクモンジョリ。ブサイクバージョンね。で、もう一枚。かわいいモンジョリちゃん。で、この計、1、2、3、4、5枚を今作ってるんで、100枚ずつ、500枚。で、これを持って、北海道と、ハロウィンに挑むんでね。挑む？うん。いくらしたの？ステッカー頼むのは結構安いよ、私頼んでるとこ。100枚で960円。リスナーさんはこれお金かかってるんで、デザイナーに作ってもらってるかな。このデザイナーに頼んでこれをデザインしてもらったんだって。多分5万円とかかかってんじゃん。そう、オリジナルのね。うん。うん。で、ほんと自分でグッズを作って、私に送ってきたんだけど、それだとお金かかるじゃん。毎回毎回ね。だからデータをちょうだいって私が作るわって言ったの。そう。そしたら使ってくださいみたいな。これ温めてもらった、ちょっと。30秒。店員さん聞いてきたのよ。ちょっとだけ温めてくださいって言ったら、ちょっとって何秒ですかって言うんだよ。だから30秒って言ってね。お姉さんが30秒ってさ。それで温めてもらう。嘘じゃないか聞いてきた今。そこのコンビニ行ってこいよ。
でも30秒じゃまだご飯が硬いね、ほら。わかるこれ。やっぱ1分やんないとね。ご飯がボロボロだもん、ボロボロ。これがまずいんじゃ。痩せてないっす、太りました。今、過去最高太ってますもん。人生で最高記録で今ね、過去最高の体重になってますもん。ダイエットしてないもんだって。だって昨日だってハンバーグ、朝ハンバーグです。夜はハンバーグ、ミートパスタ、おにぎり2個。やばくない？やばいよね。食べ過ぎとか言ってん。確かにな。でね、やっぱね、ストレスとかもあると思うんだよね。そういうので満たされてる食欲で。だってお腹いっぱいになるのに無理やり食べてんだもん。それで、なんか快楽っていうかさ。もう、うぷってなるんだよ。お腹いっぱいでうぷってなんだけど、それ以上求めるみたいな。それもう病気だよね。そうすると満足すんだよね。全然動いてない。昨日はパチンコやりました。ここに来てんだよ、実は。下見で。今日の下見で、ここでやってんだが、昨日。あの、コインランドリーさ、1時間出してる間にこっちでやったんだよ。負けましたよ、1万5千円。下見なんかするもんでないよね。ただ、コインランドリーってさ、1時間待たなきゃいけないから、時間潰しがね、あそこでじーっと1時間待ってるのも嫌なのよ。みんな汚ねハゲのじじいとか来るからさ、コインランドリーはね。作業着来た。なんでじろじろ見られた。で、家帰ってさ、また戻ってきた二度手間じゃん。だったら近くで時間潰してた方がいいっしょ。なん。嫌なのよ、二度手間ね。だからそこのスーパーの2階にね、ホームセンターみたいなの入って、そこも行ったね。このホームセンター。そこでなんか、クリアファイルとか見てたね。私、文房具が好きだから、シャーペンとか、クリアファイルとか文具が好きなのよ。買わないんだけど見るのが好き。パイロットのシャーペンいじこったりとかさ、ボールペンとかマッキーとかセロテープとか好きなのよ。だってノートだけでもさ、すんごい、こんなでかい棚があんのよ。ノートの棚があんの。ブワーってノートが並んでて。そうなの。めっちゃ楽しいのよ。で、あとこうさ、穴開ける機械とかね、シーラーとか持ってんの、こう、ラミネートをかけるやつとかね。やばーって。私も好き。で、その隣にはおもちゃコーナーがあるんだよ。子供のおもちゃ。だコマイくんが持ってるあのメルちゃんとか売ってんだよ。メルちゃんシリーズがさ、ずらーって並んでんだよ。あ、そう、トメちゃんだよ、トメちゃん。で、子供のシャボン玉とかさ、なんかキックボードみたいのとか、そういうの持ってるの、パズルとか、ウノとか、トランプ？あと、サッカーボールとかな。
それぐるーっと回ると今度はスポーツコーナーがあんねん。あのスーパーの2階のスポーツコーナー知ってる？なんかどこのブランドかわかんないさん、ジャージとか売ってんのよ。肌着とかさん。それなんかこういうバウンドボール、スポーツ系なんかバウンドボールとかこうしてダイエット器具、こうやって伸ばすやつとか持ってんのよ。こうなるじゃん、こうやってアームフレックスじゃなくて。あるある。あとヨガのマットとか。で、それを超えていくと今度は家具とか売ってんの。ベッドのシーツとか枕、あとクッション、ソファーとかクッションとかさ、あと棚とかね。で、その横には日用品、洗剤とか石鹸とかボディーソープとかさ。で、その奥にさらに薬局があるのよ。で、薬局を昨日ね、その奥にはあんまり行かないんだけど、さらに奥に行ってみたら電化製品売ってたのよ。ドラム式の洗濯機と、液晶テレビでっかいやつとか、スピーカーとかさ。そう、初めて電化製品気づいたの。そしたらさ、家のライトみたいのも売っててさ、すんごい光が強いやつを売ってたの。このお試しでボタンを押すんだけど、すんごい強いの。目やられるみたいな。あの、人の動きをさ、感知してさ、自動的につくライトよ、ホームの。すんごいバイクで来たね。そういうのを見て昨日時間潰してどうしようかなと思ってパチンコ屋に行ったんで、まだね時間余ってたかな。そしたら1万5000負けちゃったみたいな。だからさ、後ろでさ、変なさ、帽子かぶった兄ちゃんがさ見てくんのよ。それがイライラしてさ、全然当たんなくて、真面目にずーっとさ、後ろからさ、見てくんのよ。マジうざみたいな。で、私が立ち上がるたびに、なんか席を取ろうとすんのよ。だから結構狙い台なんだろうね、私が座ってたの。でも一回も当たんないんだよ、私。パチスロー。あの、ブブブってやつやったんだけど。バルブレイブっていうね。一回も当たんないの。どこで喋ってんの？ここで喋ってます。こういう。ね、自販機の横。自販機。ゴミ箱の前。あ、やった。じゃあ、米がパラパラしてるか飛んじゃうね、いっぱい。チャーハン並みにパラパラしてんだよ。それでね、私は1万5000使ってパッて出ようと思ったらさ、もうすぐお兄ちゃんが取ったのよ。うーわーと思って、ハイエナじゃんみたいな。そういう人のことをハイエナって言うんだよ、用語で。もうね、最初から狙われてたんだろうなってさ、私ね。負けてるといいね。だいたいハイエナする人って負けんだよ。ほんとに。ガチャガチャ今からやります。今ご飯食べてんの。じゃあ最近さ、ほら、小前くんがパチンコやってんじゃん。小前くんに影響されんだよね、私ね。あれを見るとやりたくなっちゃうのよ。今まで火につかないでな。
見てるとやりたくなっちゃうね。8万発出たの。やばくない？一玉4円だから周波32万。かけるよ。やっべえな、8万発って。記録に残んでないの、8万発って。ねえ、お店の。店でナンバーワンだろ。いや、そうさ、8万発ってなかなか出ないけどね。みんな出て1万発とかよ、普通は。異常よ、8万発は。いくら使ったかわかんないな。あ、一撃じゃないのね。一回抜けてね。うん、飲ましてね。ごちそうさまでーす。ちょっときゅうりが残ってる、まだね。もうね、これから戦争始まるんで、もう食べれないかもしんない、マカロンサラダが。で、こっからが問題ね。横は舐めれたけど、この奥はどうすんのと。こう鼻とかにつくじゃん、顔とかに。で、こういう時はこうやってね、こうやって、後ろからこうやるんですよ、こうね。あー、そう。ね？ね？逆にしてあげると礼を。向きを変えてあげる。いや、これ理にかなってる。例えば家とかのゴミとかだったな。ねえ、洗わなくても良くなるし。そうでしょ？トレーとか洗わなくていいんだ。こうやって舐めとけば。いや、汁少なめね。うん。いいでしょ？だから食べ終わったお皿とかもそういうミートソースの皿とかも。あれさ、スポンジに色がついちゃったりするから。あれは舐めんのかな、ですね。舐めてから水を流せばすぐ綺麗になるかな。スポンジとか使わなくても。じゃあ面白いじゃなくて、これ、わざとやってんの。ねえ、その効率を考えてんだよな。洗うときの。洗剤を少なく、水を少なくってさ。いや、舐めるよね。シュークリームとかのさ、端っこのやつとか舐めんな。シュークリーム食べててさ、袋にちょっと出ちゃったやつ、そこ舐めるよね。ケーキのこのビラビラとかさ、このね。ケーキの周りのこうやつとかさ、ビラビラって舐めるでしょ。じゃあ行きましょう。千円札から入れてきますよ。新旧対応ということで。あ、一つ売り切れあるね。これ売り切れ。ね、1ね、1列、2列ね。だから1の1がここ、1の2がここ、1の3、4、1の5、1の6。で、2段目の2の1、2、3、4、5、6ね。どれにしよう。あ、2が多いね。じゃあ、初めて見る人もいるじゃんだって。じゃない？今日初めて見る人に説明してるんだよね、私もね。わかんないじゃん、みんなが数字書いてるどこかっていうのをさ、これ何ってなるじゃん。あ、2が多いね、2がね。2の3が多いかな？ 2 列目の3番目が多いかな、ここが。ここにする？ちょっとやめてください。やめてください。やめてくださいって。やめてください。というね。というあれですね。
何もされてない独り言もう枠だし、2の3でいく、ここ 2、3でいくね、2、3でいいの、ここ。じゃあここ行きましょう。2の2段目の3番目で、2の1、2、3ね。来い。あ、軽っ。どっちだろうな、こっちかな。あ、違う、あっちだ。こっちね、結構外れ多いんだよね、こっち側。右の方がいいんだよ。あ、箱だ。箱。箱が来ましたね、箱が。箱。シールなし？なし。なしって珍しくない？いや、シールがないのって結構珍しいよね。開けてみましょう。貼り忘れ逆にチャンスなんだよね。うわ、なにこれ、箱の中に箱が入ってんな。なんかこれさ、アロマ系じゃないの、水入れてなんちゃらみたいな、アルコールがどうのこうのみたいな。サプライズファーム、育てるハーブ栽培キットだって。へえ、面白。どの種が出るかは箱を開けるまでお楽しみだって。パセリ、ローズマリー、ルッコラ、バジル、ペパーミントが育つんだって。でもさ、巻く時期が違うのにどれが出るかは分かんないって意味が分かんなくない？どういうこと？小町くんに何投げるの？発芽適温15度から30度って書いてあるの。で、もう一個あるんだよね、ここに。もう一個同じやつ入ってたりしない？あ、違う。何これ、せーの。何これ、何これ、たこ焼き、何これ、ええ、なんだろうこれ。ジャパンじゃない、ジャパン、ジャパンだねこれ。クールタオル、ジャパン。もうクールいらないんでね、これからホットだろう。で、あれステッカーなしね、いいんじゃないの？ゴージャパン。鉢巻きとかでも使えるかもね。まあ、外れっすね、これ、1000円で。1000円でも外れだろ、これ。PS5 出ないかな、マジで。で、お次いきます、2枚目。さあ、どこにしますか。さっきが2の3だったよね。ここだよね。ここがジャパン系とハーブ系だね。1にする。1が多いな、1。1。1の、売り切れ、あれ？売り切れ、あ、こっちだ、ごめんごめん。売り切れは1個ある、1の列に。1の、だから5はダメ。1の5は売り切れ。だから、1列にするか、次。1の6が多いね、6。ここ行きますか、1の6。163。1の6行こう。16。来い！ PS5。あ、軽い。最高に軽いね。うわぁ、普通の箱じゃん。これ一番ないわ。これ一番外れ、この普通の箱。うーわぁ。もうこれ何回出たのよ、これ。10回ぐらい出たぜ、この3-1ケーブル。で、毎回これいいじゃんとか言うんだよね、私ね。でも一回も使ってないんだよ、これ。
10回ぐらい当たってる、これ 3-in-1 ケーブル。これ全部使えるんだって。iPhone、マイクロ、タイプ C ってね。もう負けるの、ぐるぐるぐるってさ。こうやって。便利そうでいらないんだよね。まあ、旅行とかに持ってくるにはいいんじゃない？出張とかね。こう負けるみたいな。ああ、ヨミくんだ。元気？ん？なんでここにいるの、ヨミくん。え？あ、病院？病院通ってんの？私いつだっけ次30日え、ユミくんに選んでもらおう、やって一回入れてやって、ユミくん任せようよ。これ私服初めて見た。初めてじゃないわ、何回か見たか。ゲイじゃないよ、のん一回やってみて、ヨミくんに任せた。この2列ね、この2列。好きなの押しちゃって。これはなんか、4。うん。3。好きなんですか？いいよ。あ、こっちはポケモンカード押さないね。ポケモンカード以外ね。いいんですか？いいですよ。あ、同じとこだ、さっきと。2の3段。ありがとう。じゃ、取ってください、ヨミくん。あ、白い箱。これはどうなんですか？白い箱にシールがついてたらいいのよ。シールついてる、横っちょに。何色？ほう！いいっすね、開けちゃってください。まだ時間ある大丈夫？読み。黄色だってみんなシール。黄色はね、タオル系、ピカチュウとかミニオンじゃない？黄色だからね。なんかバナナとか。あ、これコツがあるんするね。こうね、ここに指を入れて、こうやってやるんだね、こう。あ、そう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 。そうそうそう。あら、開けちゃってください。でも緑、なにこれ、毛布。え、なんだろう。3800円に当たりじゃん。あ、なんかアニメかなんかかな。マジェスティックライブ、なんだろうこれ、当たり。2000何年、去年のライブ、マジェスティックライブだって。あらららら、ら い, いいよ、いい、いい、いいって、ヨミくん。早く病院行ってきな。病院。これ当たりじゃない？マジェスティックライブ、ほら。ヨミくんあげるよ。これ美容院で使えば？なんか使えない？記念に記念にね、はい、どうぞ。あの、僕の念を何かで隠すんで。え、いいの？じゃあもらっちゃおうかな、1000円念をもらえ、本当に大丈夫？ヨミくんとこただでさえ安いんだから、値上げをしなきゃダメだ、値上げを。マジェスティックライブのタオルでした。また30日お願いします。いい流れ来てる、マジェスティックライブ。去年のライブバージョン。マジェスティックライブって何？で、ヨミくんの気を入れてもらったかな。あなたたちリスナーさんにはもうさ、もらってても何も言わないのさ。あ、もう一人来たわ。はいはい、いいよ。あ、どうも、はじめまして。お近くなんですか？うん。あらららららら。ここの自販機結構とつくんだよね。場所が動かないかも。かゆい足。
あゆ、また蚊に刺された。禁止じゃないってだから。え、診察入んないの、まさか。うわ、診察入んないじゃん。これどういうこと？新旧って相当昔の千円札ってこと？ちょっと待って、こっちでやってみよう。これも新しいよね。あー、ダメだ、入んないね。ちょっと待ってね、この中で新しいのってどんぐらいあんの？新しいっしょ。古い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 。あ、2枚だけだ、ヨミくんにもらったやつと。この2枚は使えないんだね。表を上にしてって書いてある。表側を上にして投入してください。もうここで入ってかないからダメでしょ。ほら、対応してないんじゃないの。じゃあオールとかじゃなくて普通のなんか急殺は入んじゃない。診察に対応してないんだよこれ。ほら、反対向きって何？どういうこと、反対向きって。こっちからってこと？で、こっちの古い札で。はい、じゃあどれ？あ、売り切れになった。さっきヨミくんが押したとこ。マジェスティックライブ。2の3売り切れ。2の3と1の5が売り切れ。こことここね。早いね。でも売り切れた方がチャンスなんだよ。あ、1の1多いね。1の1。ここだね。1の1。多いっす。ちょっと小指で押してみようかな、今日は。もうちょうど小指サイズでな、私と、ボタンと。同じサイズ。いこう。せの !1 の1。お！これは重いね、音ね。重い系の音しましたね。ん？え？箱だ。箱来ました。しかもちっちゃい。重っ。何これ、めっちゃ重いんだけど。シールは？シールなし。またシールがついてない。なんかちょっと硬いね。シールなしでさっきハーブだったよね。ハーブとジャパンだったっけ、シールなし。次は何だ？キムチと韓国かな。キムチとコリアとかね。次は何だろうね。ちょっとシールが開けづらいね、今日ね。かなりしっかり貼ってある。マスクの中の空気を循環させ、蒸れや不快感を削減。軽減。いやな、マジで。もうさ、そのコロナの時のさ、負の遺産をさ、押し付けないでよって感じだよね。これコロナの時の遺産だろ。あん時だったらいいんだけどね。あ、こう中に入れるんだね。でも箱はなんか高そうね、普通に。あ、これね。まさか電池が入ってないの？あー、USB で充電すんだ。ちょっと涼しくなんじゃない？ここはボワーってね、風が出てね。ミニ扇風機みたいな。これこれさん使わないだろ、こんなん。話もゴミだよ、こんなん。で、もう一個なんか入ってんだよね、こん中に。さらに、最近、なんか今日二つ押し多いね。二個押し。あ、スヌーピーだ。わあ、なんだろ、これ。スヌーピー当たりだ。スヌーピーの、あ、
オル？ハンカチこれでかくない？あ、こういう冷え冷えタオルね。あ、かわいいじゃん。ねえ。何タオルなんだ？これ多分水とかで濡らせるタオルだよね。夏用だよね、このなんつの。こういうのほら。伸びるやつ。これいいね、これ使おう、私。よいしょ。よくないよ、これで1000円。ちゅうかさ、絶対にオーナー、私のファンだろ。スヌーピー入れるってことは。そのスヌーピーね、やみつきにさしてんでしょ、多分。こっから離れないように。絶対スヌーピーで釣ってるよね。4枚目 ?4 枚目かな、これ。さあ、どうしようかな。今、2の3、ここ2回やったでしょ？で、ここやったじゃん。こっちじゃない？今度。ねえ。そうだよね。こっちのゾーンだよね。でも、こっちのさ、1の方は2個入れが多いんだよね。こっちは単品だね。どっちかね、単品狙いか2個セットを狙うかね。2の 6?2 の6いくかじゃん。2、6。おねえ！来い！あ、箱だ。え、これシールなくない？また。また2個入れじゃない？やっぱり、1の段は2個入れが多いんじゃないの？シールなしだよね。そう、パンパンに膨れてるときに2個入ってんのよ。これ2個入れ。で、シールが4枚貼ったるしよ。やりますか？やらない。あ、やらない。もうね、景品が入ってんですよ。こういう？そう、でもなかなかいいの当たんないの。新旧印刷ってことは1000円。どういう1000円かまたね、目がかなうかも。かもだった、ね。新しい1000円はね、入んなかったですね。前に出たやつは。あの、どういうこと？ポケモンのカードかな。今流行ってるやつ、高いやつが出るかもみたいな。孫だ、ひ孫だ。そう、お孫さんがね、多分楽しいと思う。うちの孫も24、5だ。あ、そうなんですか。ひ孫だ、もうそうです。あ、じゃあお母さんだね。おばあちゃん。おばあちゃんだ、ごめんなさい。そういうこと。これは例えば買うにしたらどこに置かん、ここにね、1000円入れて、今これが出てきたの。どこ押すの？ここのボタンを押すんですよ、好きなところね。そうするとこの下からガーンって出てくる、1000円で。番号も何も書いてないから、うん、適当に押すしかないよ。そうなんだかな、本当に夢なんだ。そう、夢を買うみたい、1000円好きなの押すってことね。そう、そうするとこういう、これは一番じゃないみたいな。そう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 、そういうことなんですよね。おばあさんにも分かんない。でもね、あんまりいいの入ってない。タオル1枚とか1000円。うん。1枚1000円とかいいね。そうなんですよ。じゃあ私運持ってるから。でも欲しいのないし。確かにね。ね、私運がいいの。私もう5年間これやってるんですよ。5年。1回、もう50万ぐらい使ってる。でもこういうプレイゲーム機とかね、これが高いやつなんですけどね、この一回も出てない。詐欺。詐欺だよね。会社も儲けなきゃいけないから。うん。ね。そうなんです。
やんない方がいいかも。はーい。お元気で。はい。こちらこそありがとうございます。興味があったんだもんね。たまーに声かけられて何やってんのってね。たまーにね、ご高齢の人かな。気になるんだろうね。何が入ってるか。詐欺はダメ。だって50万円やって出てこないんだよ。何これ。ん？ひろこ。コシノひろこだ。当たりじゃない？ブランド品。大当たりやん。いや、純子じゃなくて、ひろこよ。星のひろこスポーツ。星の三姉妹の一人じゃない？ねえ、星の三姉妹の一人よ。ひろこスポーツ。何なのこれ。星のひろこスポーツの？穴違いの子供とか言ってウケんだけど。何これ何ひろこの何なのこれ。え、あら、ブランド品のバッグじゃない？星のスポーツの。これは当たりじゃない？でもこれ1000円以上はするよね、多分ね。5000円ぐらいはすんじゃない？星のひろこだもんだって、ほら。これ大当たりだろ。カバンカバン。だって、コシの三姉妹って有名よね。ただ、安っちいね、ナイロンで、マジで。でも、1000円以上するよ、これ、絶対。ねえ。コシのひろこだもんだって。防水な、あ、でも、ここを絞れるよ、みんな、ほら。キュッてね、ほら。巾着型になるのよ。ね、スポーツなんだけど、スポーツっぽくないっていうね。ほら、可愛くない？キュッと。な、これ大当たりです。久しぶりに大当たり出たね。腰のスポーツ。え、これ何番だったっけ？ここだっけ？ 1 の6だったよね。確かに2の6だっけ？いや、大当たり来ましたよ。腰のスポーツ。2の6か。ここが大当たりだったね。腰のスポーツ。メルカリで売ってるいくらなんだろう。2000円とか1500円なの。じゃあまあ元は取ってるよね。あのゴミみたいのより。むくみずさんのね、ハンドクリームとかじゃないんだけど。890円でも新品で買ったらもっと高いってことだよね。だってメルカリは中古でしょ？定価はいくらよって話よ。腰のスポーツは。定価は1000円以上するでしょ。定価は1980円。安くね。定価1100円安すぎだろ。やっぱナイロンみたいな感じでポリエステルって感じだもんね。ちょっと早くやろうよ。どれ今やったとこはここでしょ。ここの、ここの、ここか。2が多いね、2が多いね。2の1と2が2が多いな。2の2が多いな。ここだね。ここ行こう。2の2。22行きましょう。せーの。おお！めっちゃ重っ。すんごい音聞こえたね、今。あー、箱だ。こっちの箱だ。うわ、外れだな、これ。重いけど。ソニッククリーナー。振動で汚れを落とす。で、よくさ、メガネ屋さんにあるのさ、これなのかね。ブーって言うの、これ。どんだけ入ってんの、これ、お詫びが。お詫び入りすぎだろ。怖くない？逆に。お詫び入りすぎで。何これ。あ、こうやって吸盤で付けられるのね。それでここに入れてブーってやんだ。もうね、ここに水を入れてブーってやんの、ね、電池入れて。そう、洗浄するやつ。でもさ、振動であれをやってるわけじゃない。電波みたいな感じでね、音波みたいな。ちょっと違うんじゃない？これは。ただの揺れるだけじゃないの、これは。超音波とかないっしょ。だからちょっとおもちゃみたいなもんだよね、これね。簡易版っていうか。今度コマイクに やってあげよっか。さあ次。おーし。ちょっとみんなあれだね、マジカルハットを投げてくんない？イベントアイテム無料。少ないね、今日ね。
1から6で好きな数字はどれですか？ 3。 OK。 3。 ラッキーセブンの3。ラッキースリーだろ。3番だって3。1と2どっちかな。1と2。え、便所さんは何番つってた？便所さん何番つってた？便所さんも3番だって。便所さんも姉さんも3番。でもここは売り切れてるんじゃ、ここしかないじゃん。ねえ。ここ売り切れる、ここしかなくない？で、便所さんも、ねえ、姉さんもここ4。じゃあ2、2のだって3はないんだもん。ここ売り切れだもん。ここしかないよ。ラッキータイム。で、便所太郎さんと姉さんがね、フロリダ姉さんが、ここって言ったんで、行こう。あ、あっちだ。お、箱来た。箱だ、箱。でっかい、しかもでっかい。おっきいよ。シールは？え、シールまたない。あった！シール嬉しい、赤。赤ってなんだろう。赤ちゃんじゃない、赤ちゃん。ね、指毛さ、うるさいんだけど、ほんとに。ほんとにうるさいんだけど、指毛、指毛。指毛を見せる配信じゃないんだよね、ほんとに。不愉快だわ、指毛。ね。で、なんで指に毛が生えるか。ここは弱いところが守るために生えてんの。こう毛が生えてる部分って体の弱いとこに生えるのよ。クッションで守るの。毛が生えてるとこってそうなんだよ。大事なとこを守ってくれてんの。毛というものは。いやもう体、人間の体を否定すんだね、そうやってさ。そうやって構造とか、生命の神秘を。ねえ。私を守ってくれてんの、このね。ぶつけたら痛いとことか。いいからって何？で、言わないでよ、指毛、指毛ってさ。守るために私、生やしてんの。で、これが、便所太郎さん、またリスナーさん？あ、違うか。便所太郎さんと、吉祥寺姉さんがね、クールマイン。だから、クールいらないって、この時期に、もう。本当にしてない？クールマインみたいな。何これ、何なのよこれ。トイレの便座カバーじゃないよねこれね。便座カバーやんこれ。何、意味がわかんない。この穴は何これ、これ何に使うのこれ。ああ、そういうことね。こうやって入れるのか。こうやって首からね。あ、でもおしゃれじゃない？ネクタイみたいな。マジゴミなんだけど。ちょっとでもいいやと思った。私がね、恥ずかしいわ。で、まだ一つだけじゃないんです。姉さんたち。面倒太郎さんも。もう一つ入ってんすよ。これサンリオ？何これ？コップだ。すみっこ暮らし？すみっこ暮らしのとんかつとかか。これ当たりじゃない？これ当たりだよね。あ、もう。あん、あん！プラスチックだ。プラスチックだから大丈夫だよ。ガラスと思いきや。でもこれかわいいね。これは当たりの方じゃない？結構。当たりだよね。ほら、ぐるぐる回り、こうやってぐる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 。こうやってぐる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 。ぐる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 って。ぐる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 。やめろって何？あと3枚。もうノンストップでいくか、もう57分になっちゃったよ。もうこっからはもうね、ランダムでいきますよ、ランダム。もう姉さんと便所太郎さん当てになんないんだよ。もうヒップアタックでいいよ、ヒップアタック。え？DVD みたいの。え？やばい DVD じゃないよね。何これ。ポケモンカードだ。ポケモンカード押しちゃったんだ、私。ダメだよ、ポケカは。あ、
キラキラ入ってる。嘘でしょ。キラキラ。不思議花。これどう？不思議花の EX。ウルトラレアかな？ダブルレア。5万円？ 12 万？いくらいくらこれ？ 1 万円？え、どっちどっちどっち？本当に5万円なのこれ。でも、ヤドランじゃなくてなんだっけ？恐竜が高いんでしょ？このケースの方が高そうでね、ぶっちゃけな。じゃない？カードより。5万円マジだってよ、これ。え？買い取りで5万5千円だって。これ、大当たりじゃない？不思議花って高いの？ 80 円だって、もういい加減にして、ほんとに。ほんと。80円とかさ。マジでいい加減にしてほしいんだけど。かなり頑丈だね、これ5個箱を。箱にシール5枚。で、色付きシールはピンク。なんだろう、なんだろう、ピンクって。アダルトグッズ？なんだろうね、ピンク色って。スケベ系かな？ちょっとアダルト系の大人系かな？それか可愛い系？マイメロちゃんとかね。可愛い系かエロ系じゃない？これ、しかも5個入ってるからね、ほら、すごくない？かなり頑丈。シール5枚。野田さん系？振動グッズピンクだよね。あの、メガネの振動はピンクグッズだよね。あれな、色的にはな。ジャンルは。いや、こんなに頑丈に止まってんのないよ、なかなか。いくよ、ピンク色。せーの。なにこれ？ピンクでなにこれ？なんなのこれ？エコバッグ？スヌーピーのピーのピンク。ピーのピンクのピンクかな？かわいい。ていうか、なんでスヌーピーばっか入れんのこれ。ガチでさ、これさ。オーナーファンだろ、私の。見てんだろ、これ絶対ね。私がスヌーピー。もうお金使ってる人は私しかいないんじゃない、ここで。私の金入れないだろ。オーナー。あ、でもちゃんとしてるね、これね。いいわよ、これ。でもなんでピンク？だから、ピンクのピンク色みたいな。そういうことじゃない？これしっかりしてるね、このバッグ、ほんとに。いいね。ほら。保冷バッグとかじゃなくて、エコバッグかな、これ。結構生地いいよ、ほら。ちゃんと塗ってある。うん。こんぐらい広がるしね、ほら。お買い物袋とかに。エコバッグよりめっちゃいいよね。はあ、もう残り最後1枚です。スヌーピーが2個ぐらい出たかな、今日。最後ですよ、これラスト。ラス1。じゃあ今日は何日？ 10 月の1日ですよね。ってことは、1の1じゃないの？ 10 月の101だかな。どう？それ1000円だかな。ポケモンカード本当だった？あ、売り切れいっぱいあんね、ここね。3つになった。このポケモンカード本当なのこれ。5万円本当に。そんなわけないだろ、どう考えても。捨ててもいいよ、これ。破ってもいいよ、今。マジ。どう見たって素人の目から見ても安いってのがわかるよね。じゃあ、ここラストで。これね、今日10月の1日だから11でいくよ。1番目。調べたら30円なので、いらないよ、30円だったな。不思議花じゃないし、あれ。不思議花だっけ？で、いきますよ。ラスト。あ、マジか。白い箱じゃないね、これ。黒い箱だ。また P グッズじゃないの、これ。キングトレースピックボックス。シンプル Bluetooth イヤホン。いらないっちゅうで、マジで。AirPods 2個持ってるし。シンプルイヤホンだって。なんなのよ、これ。シンプルじゃねえじゃん、全然。大掛かりやん。だここに耳を入れるってこと？どういうこと？これやってみようかな。ちょっと画面固まりますよ。これ不具合なんで。あ、でもよくこういうのしてる人いるよね。そう、片耳用。いるよね。競馬とか聞いてんじゃないの？
だ今日の大当たりはこちらだね。今日の当たりは、これだね。ねえ、越野ひろ子のカバン。越野ひろ子スポーツのカバンに、スヌーピーのカバンだね、大当たりは。あとは全部ゴミ。カバン系は当たりだと思うんだよね。カバン系って当たりじゃない？使い道はありそうじゃない？ポケモンカードはだから当たりじゃないって30円だったよ。これでも何気に可愛いよね、この巾着。こういうカバン今流行ってんだよね、巾着型の。ね。こういう形流行ってんのよ。そう、今キュッてやれるカバンが流行ってんのよ、こういうの。ね。これこうやって絞れるやつが。絞ってこうやって紐、長い紐がついてるやつ。斜め掛けのやつとかさ。若い子持ってるよね、こう、なんつうの、巾着型みたいな。じゃ、見てごらんよ、若い子が持ってるカバンとか。肩から掛けてるしよ。そうそう、ナップザック、ナップザック。ナップザックが流行ってんのよ。斜め掛けで。じゃ、あなたたちだって若い人と触れ合ってないしよ。普通に。つい。はあ、今日もゴミだらけ。もう終わりましょう。ちょっとクイズ大会もやるんで、この後ね。メンシプに移動します。今週はメンシプ毎日やってるんでね、私。そう、メンシプデーなんで。そう、家帰ってからまたクイズ大会やるんでね。はーい、終わりまーす。卒業日でーす。はーい。じゃあ、メンシプに移動でーす。